アステラス製薬、藤沢薬品工業、タクロリムスタクロリムスは、23因、カンマクロライドマクロラクタム構造を持つ、免疫抑制剤の一種で、臓器移植、または骨髄移植を行った患者の拒絶反応を抑制する薬剤である。また、アトピー性皮膚炎に対する、ドフ剤、関節リウマチ治療薬としても用いられる。いずれもハイリスク薬である。類似の薬剤としては、 シクロスポリン等が知られる。1984年、藤沢薬品工業の研究により筑波産の土壌細菌で、1993年に藤沢薬品から発売された。2008年に1日1回投与で、プログラフの1日分の効果をもたらす、蛍光除法性製剤タイプのグラセプターが発売されている。アトピー性皮膚炎用外用剤としては1999年に、 プロトピック難航として発売されている。山之内製薬との合併により2005年以降はアステラス製薬の製品となっている。その後、プロトピックは医療用皮膚薬の専門メーカーであるマルホにプロモーション提携した後に日本国内の販売権利を売却している。タクロリムスはアルツハイマー病に対して効果があるかもしれないことを示唆する研究も存在する。 2015年現在、タクロリムスがアルツハイマー病を予防できたという証拠は見出せていないものの、疫学的に見ると、タクロリムスを常用しているものと、そうではないものとを比較したとき、タクロリムスを常用しているものの、アルツハイマー病発症率が低いとの報告がある。ありがとうございます。